おはようございます。はい、ということで起きました。めちゃめちゃよく寝れた。今からゆるく朝のメイクしていきます。8時半ぐらいに起きて歯だけ磨いて朝ごはん食べてました。今帰ってきてスキンケアしてメイクします。なんか三脚とか持ってきてないからすごいちょっと絶妙な画角やけど、すいません。しかも iPhone 撮影。朝スキンケアした時にこの下地はもうしたのでファンデーションからしていきます。なんか旅行の時はこういう、これミニの付録のコスメポーチやねんけど、めっちゃ使いやすいから私もこういうの作りたいな。このコスメポーチと筆を持ってきてます。よし、じゃあしていくぞ。最近の毎日メイク旅行編。ファンデーションこちらドクタージャルトの、なんていうんやろ、これバームファンデーションっていうのかな、こういうやつ。あんまり取りすぎたら厚塗りになるので、カバーしたいところはコンシーラーでカバーするから、ファンデーションはお肌を均一になんか綺麗に見せることがメインです。こんな感じでしたらコンシーラーでこの強烈なクマさんと、これは寝ても寝ても取れへん、ニキビ跡、なんか全体的にカバーしたいところに塗って、このクッションのパフでトントントンと伸ばします。こうやって折り曲げてちっちゃくして、まあ、クマも隠したいけど、あんまり隠しすぎるとすごいなんか厚塗り感が出ちゃうから、軽くカバーします。まあ、カバーしきれてないな、ライトの関係で余計にクマが激しく見えるけど、まああんまり気にせずやっていきます。パウダーはヌーズのパウダーを大きな筆で取ってのせます。このパウダーはほんまにいいって何回も言ってるけど、サラサラになりすぎずベタベタにもならへんっていうか、ほんでツヤも出る、なんかほんまに不思議なパウダーです。保湿されてんねんけどベタベタじゃない。そして次はシェーディング、ずっと韓国のトゥークールフォースクール使っててんけど、なくなったからキャンメイクで買いました。でもやっぱりあれの方がいいな、小顔になあれで、ノーズシャドウも入っちゃいます。お鼻が低いから鼻の付け根に影を入れて、で鼻先も毛を入れると鼻がスッと。で次眉毛描きます。眉毛はまずこういうブラシで、ここは上向かって生えてるから上にして、こっちは横向かって生えてるからこう横に、本来の向きにまず整える。太めのアイブロウブラシでこのピンクとブラウンの間ぐらいを取って、眉毛のないところを描いていきます。このアイブロウパウダーはめっちゃ発色がいいからしっかりついちゃうから慎重に。ロージーローザのアイブロウパウダーの筆使ってんねんけど、こっちは太くてこっちは細いから、細い方で眉尻を整えます。眉頭はあんまり描かず、ちょっと色をこうつけるぐらいで完成。ちょっと軽くリップだけ塗ります。ロム&のヒートドトーリっていう色で、チークはこの今お気に入りのナーズのオーガズム、めっちゃ可愛くて、アイシャドウもチークもオーガズムです。ピンクとこの濃いピンクちょっと混ぜて、すっごい発色がいいから、ちょっと手の甲でなじましてからほっぺたにのせていきます。最近ブタクサの花粉がやばくて、花粉症や、鼻水がすごい出ることと目がかゆいことと、くしゃみと、あと喉がイガイガする、風邪かと思ったけど多分花粉症。はい、ちょっとお茶取ってこよう。アイシャドウもナーズのオーガズムの、これ色は薄い方を持ってきました。どっちも使うねんけど、
こっちの使うとすごいナチュラルメイクな感じ。まずこのピンクのキラキラ、これめっちゃ可愛い。このキラキラをまぶた全体にのせます。この硬い筆でのせるとラメはつきやすいよね。これは下まぶたにも。次、二重幅にこのマットピンクをのせます。このまぶたのさ、まつげの生え際ギリギリまでちゃんとアイシャドウを塗ることによってヨレを防げるらしい。ちょっとあんまり見えにくいな、このライト。で、これ下まぶたにものせます。で、次にちょっと細い筆に変えてこのキラキラのラメを目頭側に、これを塗ると一気に涙袋が強調されるね。そして最後にちょっとブラウンっぽい色を目尻側にのせます。ハイライト先しよう。ハイライトは MAC のライトスカペイド。鼻筋とこの縦のライン、ちょっとここら辺とツヤン。マスカラするのでビューラーであげます。最近ビューラーを久しぶりに買い替えた。マキュアージュ、マキュアージュの黒いやつ、これめっちゃいいわ。細くてやりやすい。まつげパーマ行きたい。こんな感じ。まつげが上がったら下まつげもちょっと角度をつけんねんけど、このちっちゃいビューラーでちょっとだけ下まつげも下に向けて。このマスカラがすごくいいです。最近キャンメイクのクイックラッシュカーラーロングマスカラっていうやつで、マスカラ下着なくてもまつげが下がってこないし、かなりお気に入り。ブラックです。ブラウンも欲しい。しかもすごいな、つきすぎひんから割とナチュラルに塗れる。目尻のさ、一番端のまつげをしっかり塗ることでちょっとアイライン効果というかデカめ効果。今端まで塗ろうと思ったらちょっとつくねんな。普通のクレンジングで落ちんねんけど、ちょっと時間かかる、落とすのに。スルリっては落ちひんから、下まつげはスルリって落ちる方のマスカラを塗ります。クレンジングするときって目つぶってるやん。じゃあ下まつげがさ、なかなか取れへんくて困るから、下まつげだけでもお湯オフのものを使ってやります。はい。そして最後はアイラインなる、デジャブのラスティングファインでインラインを少し埋めてます。ビューラーとかまつげパーマするとのまぶたのさ、ピンクのとこが見えて気になるの。だからこれで少し埋めて、で目尻だけアイライン、これはラブライナーのキラキラのやつです。少しだけ目尻伸ばしたらメイク完成。はい。髪の毛は最近こちら34mm のコテでちょっと軽くナチュラルにするのにハマってる。しっかりウェーブじゃなくてナチュラルウェーブ。温度は強く180度でさっくり巻いていきます。でももう夏やからさ、巻いても巻いても汗とか、あの湿度ですごい取れちゃうので、まとめ髪してることが多いです。でもとりあえず土台は巻く。日焼け止めをその間に塗ります。なんかさ、ネットで見てんけどさ、こう塗るやん。今までこうやって伸ばしててんけど、皮膚の形から言ってこう伸ばした方が浸透するらしい。だから最近はずっとこうこういう風に塗るようにしてる。してほんまに日焼け止め塗らなあかん季節、めんどくさすぎ。日焼け止め塗ってもすごい日焼けする体質で、めっちゃ嫌や。首も忘れずに、もう首はこうやったら塗れへんから手に伸ばして。今日は今からアウトレットに行こうかなって思ってます。あんま天気が良くないから。温まりました。とりあえず巻いていきましょう。ちょっと見えへんから立ち上がって前の鏡でやります。すぐ取れそう、ほんまにしっかりつけても手間の感じ。湿度が高いよ。毛先をゆるく巻けたら
ちょっと中間あたりもざっくり取って外に流すようにゆるく巻けたら前髪を巻きます。なんかしっくりこないですね。こんなざっくりな感じも可愛いけど、どうしよう、髪の毛巻こう。長ない髪。今日髪の毛上げるか下げるかどっちがいいと思う？悩んでるんですけど、悩むからちょっとバームを塗ります。これちっちゃい N ドットのバームを髪の毛になじませていきます。こう指先で取って、さっきのもみあげのとことか、やっぱまとめるか。雨の日はそれに限る。ちょっと下目でお団子とかにしようかな。耳の高さくらいでくくって、これをくるんってこんな感じにしたら、この状態のまま少し髪の毛を引き出します。爪の先を使ってルーズな感じ。この残ってる毛先を三つ編みにして、これはお団子のやり方と一緒ですね。でこれを引き出して、で巻きつける。でこう巻きつけた毛先は最初にくくったゴムに入れ込みます。ピンいらずのアレンジ。キュッシュとかでこう被してもいいかも。はい、簡単なアレンジが完成しました。アウトレットに来ました。天気悪い。サンダのアウトレットめっちゃ久しぶりやわ。平日やからほんまに人いないね。最高。平日休みは久しぶりです。ノアにプレゼント買いました。セアは自分の釣り用のズボン買ってんな。イエーイ。